今日もご覧いただきましてありがとうございます。柳家三之助でございます。私は今源氏前小学校に来てるんですけど、ご覧ください。横断幕よく貼ってありますね、全日本ドッジボール選手権東京都大会優勝、全国大会第3位、すごいじゃないですか。でもあんまりドッジボールの大会っていうのは聞いたことないんですけれどもね、どういうことになってるんですかね。こんにちは。はいはい、あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。私ベガーズ源氏前の監督をさせていただいてます、畑野と申します。畑野さん、はい、監督さん、はい、監督、私ねドッジボールやったことありますよ、はい、でも監督が行ったことはないんですけど、はい、うちは競技、スポーツ競技としてドッジボールを子どもたちに教えています、はい、本格的にというと、ね、本格的です、はい、じゃあ僕らの小学校の頃とはちょっと訳が違うような気がしますが。そうですね、ルールもしっかり、ありますので、はい、それに従って。あ、じゃあ私もちょっと体験させてもらえるので、ぜひよろしくお願いします。何年ぶりだろうかな、はい、どうぞ今日はよろしくお願いいたします、はい。小学生のドッジボールチームベガーズ源氏前、平成5年の創設以来数々のタイトルを獲得しています。今年は都大会で春夏連覇を成し遂げました。早速練習にお邪魔をしますと、いやーすごい迫力です。師匠、ちょっとビビっているんじゃありませんか。ご覧になりましたか。なんかすごいことになってますよね。今まで見たことないドッジボールですね。ベガーズ源氏前のメンバーは源氏前小学校や近隣の小学校の1年生から6年生の児童25人。それではお話を聞いてみましょう。これキャプテンです。はい、もう何年ドッジボールやってます。5年間。今皆さんの、まあ、まとめ役ですけど、どうです、みんな、この仲間たちどうです、キャプテンから見て。みんな結構頑張って練習してるし、うん、言ったことも聞いてくれる。おお、みんなまとまってる。はい、これはどうして、これ何、これこの髪型はなんかこう気合をこう自分で表してる。もともと伸ばしてて、うん、この型、髪型にしてみたら、うん、かっこいい。おお、似合っちゃった。うん、似合ってると思うよ。うん、兄弟、この中で兄弟がいるっていう子はどのぐらいいますか。ほら、ね、こんなにいるんですよ。今ここで手が上がったんですけど、このお二人も兄弟なんだそうですよ。コーチなんですよね。はい、ね、で今妹さん、はい、だよね。妹さんが、あ、まあ、参加して、でお姉さんはコーチとしてこのチームに参加してるということなんですけれども、それはやっぱりお姉さんがやってたっていうことが大きいのかな。ドッジボール始めようと思ったのは。はい。そうなんです。お姉さんは無理やり引っ張り込んだんですね。いや、そういうわけではないんですけど、やっぱり自然と昔から見てるので、うん、自然と参加しようかなっていう、うん、な形でペガーズに入ったと思います。おー、ここも兄弟ね。さあ、妹と僕がドッジボール始めるって言った時なんて思いました。弱そうだった。弱そうだった。あ、じゃあお兄さんちょっと鍛えちゃおうかなみたいな感じ。もう始めてどのぐらいになるの。3年。どうです、じゃあこの3年間の、最初は弱そうだなって思ったこの3年経って、今妹を見て強くなったと思う。 なったと思う。おお、まあ女の子も結構こうやっていたりするんですよね。男の子たちについてくる結構大変じゃないですか。大変じゃない。大変じゃない。男の方がだらしがない。ああ、そうですか。そういうもの、小学校って意外とね、女の子強かったりするからね。よくね、みんながこう外でやる遊びのドッジボール、うんうん、あれはもう言葉通りドッジボールってどっちって避けるって意味から来ているの で、うん、そうですね、避け回ったり逃げ回ったり、うん、で最終的にその内野に残るっていうことも、うん、楽しんでやる遊びのようなものなんですけど、うん、競技の方はやっぱ勝ち負けありまして、うん、5分間で内野人数が多い方が勝ちになります、うん、でそのためにはやっぱりボールを取りまして、
であの攻撃にこうつなげていかないといけないということで、競技の方ではボールを取るっていうところはすごく、うん、あの一生懸命練習してますね。来たボールを避けるんじゃなくて、はい、こうキャッチしてこれを攻撃に使うという、そうですね、はい、逃げてばかりではダメ、ボールをしっかりキャッチすることが大切なんですな。結構至近距離から投げるんだな。おお、すごく取りづらいでしょ、取る時。どういう風にしてキャッチするわけ？ボールの方に膝をつきに行く。膝をこう持っていくの？自分の体を。自分から取る。うん、ああ、なるほどね。はい。三之助さんも挑戦。うわあ、びっくりした。カメラが危ないね。はいはい。よーい。あ、こういうことか。おいや、拍手までしてます。ありがとうございます。はい、続いてはより実践的な練習。競技ドッジボールでは相手がボールを持っている場合並んで守備をします。こうすることで狙われにくくなり、またたとえボールを弾いても味方がしっかりカバーすることができます。見てるよりも辛いんですよこれは。いや本当にね、ドッジボールっていうものよりもなんかこうすごく動くスポーツなんだなっていうことが、はあ、分かりました。頑張ってますよ。はい。競技ドッジボールの激しさがよく伝わりました。師匠お疲れ様です。体育館の舞台の上でお子さんを見守るベガーズママにも伺ってみましょう。お子さんたちがまあドッジボールをやりたいということでこのチームに入って、で何かこううちの中でこう変わっていくこの姿っていうのをご覧になってると思うんですけど、遠征が結構あるので、うん、もう早い時は朝5時とか6時とかに出発だったりするんですけど、うん、今まで朝起きるのがすごい大変だったんですけど、入部してからやっぱドッジボールが好きで試合に出たいので、朝早く起きるようになりました。学校だといつまでも寝てるけど、ドッジボールだと早く起きてくっていうところがあったりします。はい、やっぱりそこはやっぱり好きなんだね、みんなね。どこまで遠征に行くんですか？こういうところですと、山梨とか、まあ、茨城とか千葉、埼玉とか、まあ、かなり関東もありますね。やっぱ朝早いですね、これはね。早いです。はい、ご兄弟2人ともとかもそういう方いらっしゃいますか？ああ、皆さんそうなんだ。じゃあもう家を挙げてっていう感じ。うん、うん、家族ご亭主もちゃんと付き合ってくれる？なんか見るの好きみたいな、よく来ます。ああ、じゃあまあ逆にあのもう試合の日はあれだね、みんなでわーっと出かけて行って、それがまあレジャーみたいな。そうですね。頑張る子どもたちを支えているのは家族の絆でございました。あのチームの皆さん、これから何でも世界大会行くんですって？はい、あの11月に、アジアカップがあります。はい、どちら行くんですか？香港の方に行ってまいります。香港に、はい、はあ、楽しみですね。はい、いや何か抱負があったらちょっとお願いします。はい、僕もちょっと初めての経験なんですけども、日本代表はあのだいぶ連覇をしていますので、連覇をかけて戦っていきたいなと思います。うん、はい、オリンピックも終わっちゃいましたけどね、まだ応援するものいっぱいありますから、皆さんもぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いします。ということで次回のとっておきの品川、ちょっと三之助さん、何ですか？まだ終わらないんですよ。うん、後ろ見てください。終わらないベガーズには卒業生のチームもあるんですよ。うん、ぜひこれから練習一緒に参加していきませんか？大人の部？そう、大きなお友達。そうです。あら、じゃあまだやるのね。レッツゴー。はい、行きます。やります。はい、大人手加減しねえからね。あ、次回のとっておきの品川、無事でしたらどうぞお楽しみに。よろしくお願いします。